ハリウッド女優のサンドラ・ブロックの僕の大好きな話を今日はしたいんですね。毎年ね、アカデミー賞の受賞式前日に、ゴールデン・ラズベリー賞、通称ラジー賞という映画賞が、アメリカで催されるわけなんです。で、このラジー賞というのは、その年に公開された、いわゆる最低の映画、最低の俳優を、一般の会員の方々が、選ぶというものなんですが、なんと2009年には、サンドラ・ブロックが、ウルトラ・アイ・ラブ・ユーという作品で、ワースト主演女優賞という、ある種不名誉な賞を、受賞したわけなんです。でね、このラジー賞っていうのは基本的に受賞者、イベントに参加しないわけですよ。そりゃそうですよね。お前は最低の俳優だとか、お前が参加した作品は最低だって言われてるわけなんですから。ただ、サンドラ・ブロックはラジーショーの舞台にサプライズで登場して、で、観客からスタンディングオベーションで、迎えられたわけなんです。ちなみにね、自分の出演していた DVD のパッケージを段ボールかなんかでこうやって引き連れて、あなたたち、私の映画見てないでしょ、みたいな、ジョークもかましたわけなんです。で、翌日にはアカデミー賞受賞式が行われたんですけれども、実はサンドラ・ブロック、主演映画ですね、幸せの隠れ場所でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされていたんですが、なんとこの幸せの隠れ場所でサンドラ・ブロック最優秀主演女優賞を受賞すると。同じ年にアカデミー賞とゴールデン・ラズベリー賞をダブル受賞した史上初の俳優がサンドラ・ブロック。なおかつラジー賞にもアカデミー賞にも受賞式に参加した初めてのハリウッド女優なんですよね。サンドラ・ブロックの僕の大好きな話でした。